雰囲気的にはちょっと八つ墓村なその集落、屋根が、崩れたりしているような、場所がね目立ちますね。1200年前にこの八頭寺っていうのが、生み出されたということで、当時ねその山岳仏教というのが、栄えて、こちらが、八頭寺というお寺です。皆さんこんにちは。岡山県のね八頭寺という、エリアに来てんですけど、このエリアなんですけど1996年、八つ墓村のロケ地に、なったエリアなんですよね。で、まあ、最近ではその、まあ、活性化のためにね、外国人向けのねそういう施設、泊まる場所ね、そういう場所が、できたということで、まあ今日はね、ちょっと八つ墓村のロケ地ということで、まあそれをね、中心に撮影、していこうかなと思います。はい、早速、歩いてるわけですけど、かやぶき屋根がね、見えます。屋根が、崩れたりしているような、場所がね目立ちますね。この丘を越えたら丘の上ですかね、八頭寺という、エリアの中心になるんですけど、八頭寺ふるさと村、これがメインのエリアになります。はい、ね、このエリアは結構ね歴史が、長いということで、1200年前にこの八頭寺っていうのが、生み出されたということで、当時ねその山岳仏教というのが、栄えていたようで、全く高野山と同じような、感じで、このね山岳仏教が、栄えていたということです。八つ墓村の、ロケ地になったということで、雰囲気的にはちょっと八つ墓村がその集落、海洋集落に似てるかなと思いますけど、カニがいますねあそこに。それだけ、水が綺麗だということで、これ多分サワガニが、サワガニですねこれ。山登りをされる方はネット開けて通ってください。入ったら必ず閉めてくださいと。これがね八頭寺の山頂に登ることができる場所だということで、おそらくこのイノシシ対策で、ネットをしてるのかなと思います。まあ、今日はちょっと山登りじゃないんで省略はします。
ちらが、八頭寺という、お寺です。あの上なんですけどね、お花が咲いてますね。まあこの辺一帯ね、かやぶき屋根が多いエリアなんだなと。またちょっと独特な香りがしますね。よいしょ。でも中はそれだけそれほど。入りますか。はい、もうすぐそこなんで、こっちが、はい、いう感じなんで、どうぞ。すいません。はい。じゃあもう、人がいないのかな。なんか歌詞というかお人形がねありますけど、こちらもお寺になる感じですね。神社に参拝される方、ネット開けてお通りくださいと。まあ、この辺ね、やっぱりあのイノシシが多いので、どうしてもやっぱネット対策してるようですね。よいしょ。いう感じですね。なんかいろいろと神社、お寺かな、お寺に関して入り口にネットがあるんで、一見それ入れないかなと、いう感じで、その一般客もね、いたんですけど、よく見たらちゃんとね、ネット開けてお入りくださいというふうに書いてますんで、ぜひね、皆さんも、入って参拝してみてください。ここがね、その外国人の宿泊施設、ヴィラ宿泊施設、もともと人が住んでたんですけど、それをねうまく利用して、こういうね、あの宿泊施設にしているということで、はい。まあでもここで生きる前、なんか網とかそんなになかったんですけどね、そのネット、あの熊よけの、熊じゃないよ、イノシシよけの。おそらくこれができるために、できたために、その安全を考えてね、その、イノシシ対策、してるようです。ヤバンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。